ナルケヤスオは、日本の技術者、実業家、工学博士。東芝代表執行役副社長等を経て、初代記憶シアホールディングス、代表取締役社長兼記憶シア代表取締役社長、千葉県出身。1984年東京工業、大学大学院理工学研究科博士家庭修了、工学博士。博士論文は、 微小シリコン電解効果トランジスタの製作法に関する研究。同年東芝に入社し、以降フラッシュメモリ事業に一貫して携わった。東芝メモリ事業部 SRAM、製品技術部長等を経て、2004年2月、セミコンダクター社メモリ事業部長府。2009年4日市工場長。2010年メモリ事業部長。2011年執行役常務に昇格。 2013年執行役、上席上無セミコンダクターストレージ社社長。2015年東芝代表執行役副社長。2017年から東芝メモリ代表取締役社長を務め、ベインキャピタルなどの米韓連合参会りにあたり、2018年には東芝代表執行役副社長を退任した。2019年には東芝メモリホールディングスを設立し、 同社代表取締役社長を兼務したが、病気療養が長引いたため2020年に顧問に退いた。2020年7月27日死去。65歳没。ありがとうございます。